ダロウェイ夫人は1925年に発表されたバージニアウルフの長編小説。第一次世界大戦の爪痕の残るロンドンでのクラリッサ・ダロウェイの1日を意識の流れの手法で生、死、時を描いたモダニズム文学の代表作。クラリッサ・ダロウェイはロンドンの自宅で夜会を開く、当日の朝、一人で外出する。その間、 田舎での少女時代を思い出したり、自身の結婚が本当に正しかったか悩んだりする。彼女はリチャード・ダロウェイと結婚したが、過去にピーター・ウォルシュのプロポーズを断ったことがある。インドから一時帰国中のピーターもパーティーに招かれており、開始時間前にクラリッサを訪ねてくる。一方、兵役のトラウマに苦しむ元軍人のセプティムス・ワーレン・スミスは、 イタリア人の妻と共に公園にいる。セプティムスには幻覚の症状があり、特に戦死した友人の記憶が頻繁に蘇ってしまう。同日中に精神病院に入院させられることになり、窓から飛び降り自殺する。クラリッサのパーティーは結果的に成功した。クラリッサは会の途中でセプティムスの自殺を知らされ、自分の幸福を汚さないために彼はそうしてくれたのだと。 徐々に解釈する。1997年に映画化され、バネッサレッド・グレーブがダロウェイ夫人を演じている。第一次世界大戦が終了した5年後、1923年6月のある水曜日の朝、重病から回復したばかりの会員議員夫人、クラリッサ・ダロウェイは、ホームパーティーのための花を買いに行く。青春時代、頭脳名跡で、 ロマンティックなピーター・ウォルシュではなく、堅実なリチャード・ダロウェイとの人生を選んだことが正しかったのか自問する。元義勇兵の青年セプティマス・ウォーレン・スミスが、友人の爆死のための神経症で幻影に苦しむ姿を目撃する。帰宅して、再び30年前の夏を思い出す。親友サリー、シートンやピーターを競い合っていたところへ現れたのが、リチャードだった。突然、 ピーターが5年ぶりにインドから帰国して訪ねてくる。インド人の人妻との結婚訴訟で悩み、人生に絶望していた。涙ぐむクラリッサ。夜、パーティーとなり、5人の小持ちとなったサリーやピーターなど、体制の客人を迎える。最初の力でなかった、クラリッサも徐々にパーティーを楽しみ始める。セプティマスは、もう恐れるな。という声と共に飛び降り自殺をしていた。 これを、客人の一人で彼の精神会が生々しく、語るのであった。クラリッサは会場を離れ、青年の死について、思いを巡らす。自分の死への衝動を彼が遂げたと思って、心の動揺を抑える。と経代の金が鳴り、もう恐れるな。というセリフが浮かび、自分と生きる気力を取り戻し、パーティーに戻るのであった。シェイクスピア、シンベリンの第4幕、第2話。 ありがとうございます。